今回大変さ。よろしくお願いします。県民投票行きましょうね。はい、ありがとうございます。軍事基地はね、あと25年では、スンキー助走ね、スンキー助走ってことまあいろいろ考えたときにですね、ぜひ皆さんに投票に来ていただきたいなっていうので、どれが一番皆さんに、目に映るかなとかインパクトあるかなと考えたときに、こういう方法がいいんじゃないかと。沖縄の人ってちょっとした距離でもタクシー乗るんですね。歩かない歩かない、全国で一番歩かないと思う。だけど平和のエネルギーがしっかり中に蓄えられてて、いざという時はしっかり出てくるんだなって私思いました。80キロの道のりを更新してきた皆さんが今到着です。はい、道行く皆さんがクラクション鳴らしてくれて、私たちの行動を応援してくれました。本当に、一人一人が、県民の一人一人が、応援をしてくれたおかげで、今日ここにたどり着くことができたかなと思っております。そして今いよいよ県民投票1年がかりで、やってきたものももう少しで終わりになります。これで投票して終わりとか、この更新して終わりではなくて、この先の沖縄の未来を一緒に考えていけるメンバーが今回一生懸命頑張った結果を出せると私は強く期待をしております。皆様本当に、今回ですねありがとうございました。ありがとうございます。応援できてよかったし、やっぱり希望を持って歩いてほしい。今後も人生がで沖縄の子供たちとそう平和、愛のある平和な社会を作ってほしいです。基地は私が生きているうちに全面撤去、目標です。私たちが生きているうちに全面撤去。なんかこの行動がこの県民投票の投票率に少しでも、投票行動に少しでもつながったと今は信じていますね。で、あと一つ伝えたいのは、なんかこの更新の、着想を得たのが伊江島の古事記更新なんですけど、その55年に米軍の圧政から沖縄、伊江島の人たちがまず立ち上がって、自分たちの権利とか未来は自分たちで決めるんだっていう、そういう今の島ぐるみの原点になった行動があるんですけど、それを教えてくれた伊江島の、ジャハナ悦子さんやバビアイの里の方々に、特にお礼を申し上げたいなって思っています。私は内地出身なんですけど、沖縄に生きている、行かせてもらっている一人として、これからの沖縄をみんなと一緒に歩いていきたいなと思っています。味方土を破りて県民の光に燃える島、沖縄よ県民投票、賛成反対どちらでもないのうち反対が多数となることが確実となりました。反対の票は有権者の4分の1に達する勢いとなります。あと9万玉木で2万票を超えた。まだ伸びるな。41番41番。41万1セント出た。やった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 や